皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の15日、朝の10時40分、ネーションズリーグ、まあもともとはカーネーションズリーグだったとは思うんですけども、この間ホームページ淡井圭介の履歴に、まあそれ相応の内容を記載しています。で、多分遠回しな言葉の方だと思いますね。その淡井圭介の母親が亡くなったのが2019年でしょう。で、もう2017年の頃にはもう親の介護で、もう今までの結婚問題、淡井圭介と結婚話をして、まだ結婚できてない人は結婚したいっていうことを言いました。で、それもあるでしょうし、まあ悪意のあるもの、淡井圭介に対して反感を持っているものっていうのは世の中たくさん存在すると。それは晴れの成功図見たらわかると。で、まあそういったものたちが未来からの時間軸の声がけ。これテレビ局の人間に言ったり、まあそれができる人間に言うことによって、そういったものを作ることができるんですけども、まあ僕が見たところ、寝不足になっている人たちが多い。で、これはやっぱりエネルギーの残存量問題で未来の人たちが怒っている部分と、オリンピックは解体しなければならない。じゃあ、あと残るのはバレーボールは商業原理として、まあ世界選手権。だからまあ力仕事しながら、休みの日とかにバレーボールの練習をして、その国際大会に出るっていう方式にしなかった。これはもう無理があると。もともとの世の中はそうでしたから、だからそういうような形にしなければ、ならない。で、その寝不足になってる原因がね、その例えば、メジャーリーグで言うと、まあ数日前に、元横浜 DeNA の選手の今永投手が苦境に陥ってる場面でね、淡井圭介の、まあ、適格性か、まあ、何かそういったものね、もうちょっと、以前証言した内容の YouTube で言ってる内容で合ってると思うんですけども、まあ、そういったものをテレビのニュースを見てるときに未来の時間軸から送ってる。で、それをすることによって、まあ、夜中だとか明け方とかに起こされたりだとか、どうしようも人間の心情的な部分で、まあそう思ってしまう部分とかもあるし、まあもともと何も考えてなかったりして、字幕読んだだけで、その未来、ニュースで見ている以上、こちら未来の時間軸にいるわけじゃないですか。で、国会議員の人たちは、昔、過去の時間軸にいるわけじゃないですか。その字幕で読み取ってる内容を、聞こえてしまってるんですよ。っていうこと、テレビ局の字幕で、伝わる言葉も操れるといえば操れるんですね。で、これが世の中の現状なんですけども、あとは人と人とのつながりの部分で、その、もう世界選手権一本にしといた方がいい。4年に1回の開催で。で、これはエネルギーの残存量問題で、世界中を飛び回る人の数を少なくしなければならない。で、もう本当の人口はどこの国も3分の1か4分の1だから、すべてのスタジアムが埋まるかって言ったらそれは無理。で、無料で、スタジアムに誘致をする市とか、ああいった行政の行動は、これは無理がある。しちゃならない。違法行為。エネルギーの残存量問題が世界第一、20億人以上の命がかかっている。その内容よりも、その人たちの金稼ぎや優先順位上かって言ったら違う。絶対に違う。これは昔も言いました。なのに同じことをホットモットフィールド神戸では行ってる。だから神戸では高いビルを建てたら建てっぱなし。まだ作ってるから。やめなさいよって言ってるのに。これが現実。で、高速道路とかも作るん。やめさせたりとかもしてるんですけども、どこまで物事がうまくいってるかわからない。26年前もそれで一旦止まったはずなのに、再び作り始めたり。いつの日かしていた。これを僕は精神病院に入れられていた時の、現状だったんですね。で、やっぱり医療業界がダーティーな金の稼ぎ方に慣れてしまっている以上、人格破綻者になってるんですよ。医療業界で働いている人間の多くのものはね。それはいろんな部分で見受けられてました。その精神病院だけの件じゃなくてね、例えば、19歳ぐらいの頃に右足を、まあ、オートバイで開放骨折という形になったんですけど、まあ、それも結婚話の件を持ち出されてね、男性に。GTS かな ?GT、
GTR とは違う GTS っていう GTR よりも、まあ、グレードが一つ下がってる。まあ、どちらの方がグレード高いかっていうと、GTR っていうもの自体がこの世に必要ないものだから、そんなスピードの出る車、絶対事故を起こす。いずれの問題、スピード出したくなって。だから、まあ、そういったものに乗ってる人間に、まあ、挑発行為とかいろいろ言われて、で、まあ、発生した事故でもあるんですけども、まあ、その時にね、外科の病院なんですけども、その右足が開放骨折、まあ、折れてね、皮膚を突き破って出てきてるんですよ、右足のすねのところから。で、それをまっすぐにしておいて、で、時間をかけて結合しなかったらならないので、右足のかかとに電動ドリルで穴開けて、で、まあ、鉄の棒を入れるんですね。で、そこから10キロほどの重りをぶら下げて、もちろんかかとめちゃくちゃ痛いですよ、ずっと。で、だから夜もなかなか眠れない。で、痛いから、痛いから、もう普通に考えたらわかります。で、それね、やっとその重りを取れて、1月ちょっとぐらいですかね、1月半か2月か、もうはっきり覚えてないですけども、もうベッドの上からもう全然動けない状態ですよ。だから、床ずれとかなったりするっていうのが分かります。ずっと同じ姿勢で、ベッドの上にいるとどうなるかっていうと、皮膚がやられるんですよ、自分の自重の重みで。で、こう、体をね、こう、向きを変えたりとかして、その、体勢を変えなかったら、床ずれとか起きる。一応、浮き袋みたいなものを、お尻の下とかに敷いてもらったりとかして、そういうふうになかなかならないようにはしてるんですけど、やっぱり痛い。で、背中とかも。で、その、本題はね、どの辺のところが外科医の人とか、もうちょっと異常になってるかって言ったら、麻酔なしでね、最後そのかかとに通したね、その鉄の棒をペンチで掴んで引っこ抜くんですよ。その時ね、引っこ抜かれた時、当然めちゃくちゃ痛いじゃないですか。で、僕は「いて」って言ったんですよ。そしたら、その看護婦はね、まあ、その当時は看護婦っていう言い方をしてたんですよ。まあ、それ、その言い方の方が、まあ、相手が女性だっていうことで分かりやすいと思うんですけども、笑いながらね、あわいくんって痛がりやねえっていうのを笑いながら言うんですよ。どう思います？精神的にもちょっとおかしくなってるでしょ。ちょっと痛いけども、頑張ってねとか、普通そうでしょ、言うとき。楽しんでるんですよ。相手に嫌がらせをした時に笑ってる人間っていうのは、嫌がらせをして楽しむ人間なんですよ。で、これは正直僕もそれに当てはまってるなっていうのは、テレビのね、例えば、お笑い番組とかを見ていて、客観的に見ると本当はいじめられてるわけじゃないですか、その人が。じゃあ、それを笑ってるっていうことは、いじめられてる人を見て笑ってるわけじゃないですか。で、昔そういうふうな話し合いから、もう複数ですると、もう集団的な虐待とかになるから、もうコンビみたいな形とか、ソロ、まあ一人でっていうような形でしなさい。で、変えていったんだけども、やっぱり、やたらと男性でもね、露出の多い人間とか出てきたでしょ。もうどうせエロ業界の人間。もうすぐ捕まえなきゃならない。あんな格好で全国放送に出た以上。本当に本当に。で、もうそれは罰金刑で済ましたらいい。もう精神病院行きにすると、今度はその医療機関と組んでの金稼ぎ合いになるから、税金のたらい回しで、それで消費税上がってる部分もあるから、そいつの口座とかを差し押さえて金で払わせたらいい。これは本当の正しい法律の使い方。で、もう民事も刑事はあんまり変わらないですから。刑事の方も罰金刑があるでしょ。で、民事訴訟法もしっかり見てもらったら分かる通り、最後の方は刑事訴訟法に、みたいなものに変わるんですよ。で、民事訴訟の中でそれできるんです。だから、手続き的なことの大変さとかで、それをもうそこまではっきり分かってるんだったら、もうあと検察庁に回して、まあ、それで君も気分が、負担が減るからって、それ被害者の方のね、原告の人間がそれを全部行おうとすると、まあ大変なことになるんですけども、
もうそれと同じでね、ネーションズリーグっていろんな国の人たちと結局試合するわけじゃないですか。それはいろんな人の国の時間軸とつながってしまってるんじゃないですか。まあ、ここのあたりがあるといったら、エネルギーの残存の問題で未来の人たちを怒らせているのか、それか、いや本当にもう全然笑い事じゃないから、何回も言ってるから覚えてくれてるでしょ、それとも忘れてしまいます。仕事に忙しかったら忙しかったで何年も経過すると忘れてしまう人は忘れてしまいます。僕もそうでした。僕は20歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃、石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分ずっと先々まで掘っていく分考えてですよ。で、2011年のデータで59年分、2022年のデータで54年分、ガスは49年分、ガスの、7割以上は石油の揮発したものであって、石油を採掘しながらガスを、採掘、一緒にしているのと、あとどうしても地面の中で気化しますから、ものすごい早いんですよ、気化するの。特に生成した、普通の、レギュラーとか、廃屋とか、ああいうふうな、まあ、灯油もそうなんですけども、ああいう石油関係って、揮発がものすごく早い。去年もこの道路でね、黒いオートバイと黒い車がぶつかって、両方ともガソリンが漏れ始めてたんですけども、そこそこ漏れてるんですよ。だから、まあ、ガソリンがね、こう、溜まっていくじゃないですか。けど、それってね、5分も経たない、揮発するの。数分。びっくりしますよ。で、本当にすごく揮発するのが早い。だから地面の中で全て揮発してガス田っていう形になってガス田が出来上がってるだけであって、で、まあエネルギーに関することは一通り今の説明でいいとして、あとはその寝不足になってる件ですよね。で、寝不足になってる選手、まあ、どれぐらいかにもよると思うんですけども、正直寝不足じゃない人の方が元気いいでしょ。そういう人たちの方が試合に出た方が結果出るでしょ。絶対そうだと思うんですよ、人間どう考えても。あとはしっかりとその人は気張ってその日笑わないで試合できるかどうか。だから、なあ、世界選手権だけでいいと思いますね。で、なあ、まあ世界ランキングを見ていてもね、なんとなくわかるんですよ。その、プロカだとかなんだとかで、自国でね、バレーボールのそのリーグを作って、要するに、まあ、大真面目な試合を、何回もする、そういうことによって、試合にまず、日々慣れていなかったら、例えば極端な話、長い間ね、バレーボールしてなかった、まあ、力仕事はしてるにしても、3年経過した後に、その、バレーボールの試合をしたときに、的確な動きができるかって言ったら、あ、本当は今のところああいう風な形で、トス上げていたらとか、速いクイックでだとか、まあ、そういう風なことになると思うんですね。で、それは日々練習したりしてるから、慣れてるからできてるっていうのであって、例えばカナダの人口表記って、まあ、2000万人なわけじゃないですか。で、メジャーリーグの一つの球団はカナダなんですよ。要するに、まあ、カナダ代表のチームが、まあ、存在するみたいな形で、人口表記が2000万人だとするのであればですよ。やっぱり3分の1か4分の1しかいらっしゃらないと思いますよ。だって極寒の地ですもん。大雪が降ったりしたら、外出れないんですよ。出たらもう、大抵の人は今までそれで亡くなってます。多くの人は。その大雪だと、車が、例えば、四輪駆動で、チェーン巻いていたとしても、前が見えないんですよ。じゃあ、車同士ぶつかったり、無理して運転しようとする人たちがいますから。食料尽きてきたら、それ買いに行かなきゃならない。で、そこは空いてるかどうかもわからない。こんなに生活が難しいところで、そんなに長い間人が住むかっていうと、なかなかそれはそれ難しいと。ある程度食料の備蓄とかに慣れていて、で、
燃料とかもある程度保持できる、要するにそれが本当は薪とかになってくると思うんですね。それはもし停電とかが発生したら電気ストーブに関しても、灯油に関しても、その業者さんがね、来てくれる状態と、業者さんの方も、いやもう今日外出れませんっていう時ありますから、そういう地域だから、世界ランキングでね、カナダの人たちの方が、その下になってるっていうのも、それもなんとなくわかるんですよね。もうそりゃそうでしょうって、人口規模を考えたらって。あと、生活環境を考えたら。で、九州なんて人口1000万人いません。で、台湾も、正直な表記でね、900何十万人っていう表記なんですけども、実際3分の1か4分の1です。僕は若い頃、2000年ぐらいの頃、その前後ぐらいに、友達と沖縄に本当に米軍基地があるのかどうかとかでね、行ってみたことがあるんですよ。オートバイを乗せて、車に。車じゃなくてフェリーに、フェリーに乗せて、現地で、バスのね、交通機関の時刻まで調べて、移動できるかって言ったらもう何日かかるかわからない。じゃあ自分たちの、所持してる乗り物で、現地行った方がいいと。で、米軍基地は事実あって、で、テレビのニュース通り、航空機とかが離着陸するとき、もうものすごい轟音ですね。フルフェイスのヘルメットをかぶってるんですけども、それでも、もう音が大きすぎる、航空機の。ああ、こんなにひどいものなのかと。で、エネルギーを大量に消費してたわけですよね。だから沖縄の米軍基地の人たちも大量にね、撤退してもらわなかったら困るっていう話になったんですけども、もうないんじゃないですか、ほとんど。あったらあったで、それ、もう国際司法裁判所で世界各国の、軍は引き上げなさいっていう形にした方がいいと思います。で、日本も建築業界がずっと高いビルをね、作りっぱなしで作って、で、もうそれ販売不可みたいな形になってるんですよ。ビル一棟丸々。もう何ともですよ。30階建て以上とか。電気代だけで、エレベーターの電気代だけで、1年間、そこは商業施設があるかないかとかにもよると思うんですけども、1億円以上商業施設が入っているところ、人が頻繁に出入りするようなところ、エレベーターが。1億円以上かかります。それだけ莫大なエネルギーを消費するんですね。そればかっといて、まだエレベーター付きの建物を建てるんですよ。建築業界の連中が。我がの金稼ぎのためにね。だから、いいことと悪いことの区別をしっかりとつけなきゃならない。で、やっぱり自分の命の方を優先するっていう考え方で物事を整理整頓していくと、4年に1回の世界選手権で良かったんだっていうことなんですよ。で、例えば力仕事ってどんなことがあるかって言ったら、要するに筋トレとかしてね、体鍛えるのと、力仕事をして体を鍛えるのと、正直力仕事をして体鍛える方が上なんですよ。筋肉のつき方。僕の経験から言うと。商業原理があるから、どうしても早いペースで仕事をしなきゃなんないでしょ。だからちょっと前の、スタッドレスのタイヤ交換の中貨物さんの時もそうでしたけども、昔のシューバー株式会社の販売数量、1日最大、1万リットルだとか、それに近い数字だとか、どういうかに入れて運んでますから、階段とか登って。もうそれも足腰も腕ももうとんでもない太さになります。その当時はですよ、もうその後販売数量もうガクンと減って、もうひどいところなんかもう1日の年末の最大の販売数量が2800リットルのところとか見つけて、もうこれ何してるんですかと、久しぶりに戻った時、2005年に。こんなところコース同じ、巡回してる地域をね、コースって呼んでるんですけども、もう辻川か南と北、これもう合併させなきゃこれ無理でしょうと、商業原理的にと。だってね、3月とか11月とか、大して売れないんだから。もともとのその秀和株式会社の発想っていうのは、その、1台のタンクローリーでたくさんのお客様に販売をすることによって、要するに、その、各個人個人がね、車に乗って、
灯油を買いに行かれたりするぐらいだったら、そちらの方がたくさんガソリン消費されるんですよ。まあ、そういう意味で、灯油の巡回販売っていうものが、その当時は阪神・淡路大震災の例とかもあって、電気が止まりますから、冬場だったんですよ、阪神・淡路大震災、1995年1月17日、朝の5時47分、今でもはっきりと覚えてますね。だって、自分が働いていた目の前のスーパーマーケットがぺっしゃんこになってましたから、早出の出勤していた人とか、もしいたんだったら、まず無理でしょうね、あの状況。5階建てか6階建てか2階建てぐらいまでぺしゃんこになってますから。もともとね、その、鉄骨とかはしっかりと入ってなかったみたいなんですよ。鉄筋だけで。そういう建物結構あります。鉄骨という工業の工。H という意味は、ハード、硬い。ハロー、ハッピー、ハード、ヒット、ホームラン、ホットとか、H の頭文字はいろいろありますけども、まあ、ホームもハウスもそうですけども、基本的にもハード硬いと、だと思ってください。テレビ出てる人は逆になって、その、ヘラ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 笑いながら、HH って言ってるでしょ。もう、もともとエロ業界の連中がたくさん混ざり込んでいたから、ああなってしまう。で、髪の毛染めてる人間は海洋基本法違反だから、試合に、本当に出すべきではない。もう、だからそれややこしいから丸刈りしといたらいいっていうことで、昔サッカー選手で、大野伸二っていう選手は自分から率先して丸刈りにしてましたと。コンピューターグラフィックでも映像加工があるでしょう。だからこの間、男子バレーボールで対戦チームに関して、入れ墨が見れていた選手がいたんですけども、その格闘技研究者か格闘技業界で現在仕事しながらバレーボールしてます。その商業原理的にね、もう何が悪いかって言ったら、その行政とか報道機関にもかなりの責任あると思うんですよ。本当の、もう今の国境の本当の人口を表記しないから。そうじゃなかったら、あれも活躍して、これも活躍してって、すべてじゃあスタジアム回るかって言ったら、これも最初から絶対無理なんですよ。なのにスタジアムたくさん作ってるでしょ。で、建設業界は、そのスポーツ業界を引退した人間とか、建設業界とかに回って、無駄に建築物を作って、余計エネルギーの残存量問題で怒られる立場でしょ。だから、その辺のところを考えたら、エネルギーの残存量問題と、その寝不足から抜け出すのにね、エネルギーの残存量問題と、そう、ものすごい法律違反だから。だって20億人の命よりも自分の我がの金稼ぎを優先してしまってるんだから。で、そのネーションズリーグはもう解体した方がいい。いろんな国と混ざりすぎてる。もともと、例えば東アジアは東アジア、アジアは人口多いですから、で、距離と時間軸が違いすぎる。東アジアは東アジアで試合しといた方がいい。で、まあ、西アジアは西アジア、まあ、中央アジアっていう言い方をしてますけども、中央があるんだったら、そこから西はじゃあどうなるんだっていう話になるんですけども、一番西が中央アジアって呼ばれてるでしょ。まあまあ、もう中央アジアって言い始めたから、もう中央アジアで通すしかないと思うんですけども、中央アジアと東アジアで代表国を決めて、で、そこでね、世界中の各地域で、そうすれば時間軸あんまり変わらないから、その、夜中まで起こされたりだとか、明け方とかよ、とかね、そういう無理な生活じゃなくなるから、各地域で、試合を行って、それで世界選手権っていう形で、昔どういうふうなうまい方法を持っていたかっていうと、まあ、今はもうみんな国連人だから、まあ、東アジア代表のチームを、その東アジアの、他の国の人たちも、まあ、応援したい人は応援したらいいと。それはそれで何かこう友好関係、民間の友好関係に見えるでしょ。だけども、こんなに怖い世界作られたら、その、スポーツの時間帯でね、無理やり起こされたりだとか、昨日もそうだったんですけども、今日はもう朝の、お手洗い行った時が、4時10分前だったんですよ。で、なかなか起き上がったりとかできないから、その、多分ね、3時半ぐらいに起こされていて、それ多分新聞配達の人間が起こしてるんだと思うんですよ。で、朝じゃなくて夜中ですね。夜中の3時半に新聞配達する理由なんかないのに、
要するに無理やり起こして、もうそいつにどんな金回りがあるか分かんないんですけども、正直ね、朝の8時30分から新聞配達した方がいいと思いません？でしょ？朝みんな忙しいでしょ？仕事がある人とか。で、家帰ってきたら、ゆっくり新聞読む。どうせ前日のニュースなんですから。で、今時番組欄とかテレビで出てるのであって、番組欄に関しても夜中と明け方の番組はなくす。アニメとかもいっぱい今作ってますけども、見る方が追いつかない。あんなにたくさん作っても。で、娯楽の分野、スポーツの分野、音楽の分野とかいろいろある。じゃあ、見る方が追いつかないから、余計なことをずっとしてるんですよ。だから、すべてのところで昔から行われていたのは企業合併であって、増えてしまったこと自体がおかしいんですよ。だから漫画業界も、ヤングジャンプとかいろいろありましたけども、ああいったものもはっきり言って少年誌までにしたらいい。じゃなかったら、どうせエロ業界のこと描いてしまうんだから。昔のガンツがそう。だからそれは厳しく僕は言って、で、まあどれぐらいの賠償金を払ったかどうかわからないんですよ。で、次の作品、老人が活躍するようなものを書きなさいっていうことで、現実的なことをね、いろいろ言いました。で、ああいうふうな、犬屋敷っていう名前で、作られてるんですけども、まあ、それもね、まあ、良くない連中とかが出てきていて、まあ、それもね、だから、ああいうふうなものの作品に関わった人間、頭の思考回路はそういうふうになってしまってるんでしょうね。もともと、その、変な漫画とか多かったですから、昔。ドラマとかも、映画とかも。だから、例えば暴力団の、仁義なき戦いって、天皇陛下の歴代の名前見てもらったら分かると思いますけども、仁っていうもの、漢字が入ってるんですよね、名前に。仁義なき戦いっていうのは、結局右翼団体とかああいうふうな連中が作っていたのか。だから、要するに、アホが集まって、金稼ぎしていたと。で、そこには、大企業とかとのつながりとかがあったりだとか、でそれをまた主側の人間とか潰していってたっていうのが昔からの流れで、まあ、僕もそういう側の人間であると。まあ、ちょっと話はそれましたけども、だから髪の毛染めること自体本当に染めてるんだったとしたらですよ、それすらやめれない人間って大したことないんですよ、人として。で、そのような人間が、まあ、現場行って見てみなきゃ分かんないですよ、本当のところ。だから、なぜああいうふうなシステムがね、出来上がってるのか。だから、もともと科学業界とかもお金回りとかあるから、現実的に。だから、議員との激しい癒着とかで、ラピダスを飲んだとか、スーパーコンピューターを次々大きくしてるんですけど、エネルギーの残存問題を考えたら、今、はっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ、コンピューターが言ってるんだとしたら、そのコンピューターが頭が悪い。今頭なんか捉えてるんですけど、人間が言ってるんだとしたら人間が頭が悪い。エネルギーの残存問題があるんだから、これ全部電力消費してるんだから、早く自分たちが食料がね、スーパーマーケットに並ばなくなって死ぬじゃないって。もう石油の残りの残存量54年分まで来てるのよって。あなたが正気なの？僕は正気なの？第三者が聞いたらわかるよって。アホの塊。科学業界。もちろんその中にまとも側の人たちもいますけども、エロ業界のようなものを、例えばスクエアニックスとかも描き始めて、軽犯罪法違反、シリモモ胸を出してはならない。もうそこは始まり、それぐらいでもう止めておかなかったら、もう加減がもう止まらなくなるから。だから少年誌も本当は胸見せちゃダメ。本来ネクタイ締めなきゃならなかったのは女性なんですよ。どうしたら絶対胸見えないでしょ。逆。で、だからまあこれは、もうスポーツ国際司法裁判所でもうカーネーションリーズ解体って、でもうこう徹底的に
メジャーリーガーとか、サッカー選手に関しても国内に、戻さなきゃなんない。で、本当はその親族の人間が頭の中を貸したりしなきゃなんない。選手にね。で、大谷翔平は今年、最初の方を打てていたのは僕が対応していたから。ね、で、そこから結婚したその嫁さんに頭の中、とか顔借りて、どうにかしたいっていうことを言いましたけども、もう打率はすぐに急降下。最初の頃は打率1位争いをしていた。で、ホームランもたくさん打ってる。僕の頭の中あってこそ。だけども、観客席見ました。大谷翔平の、その、お嫁さんがね、観客席で友達同士で見てね、ヘラ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 笑ってる。あんな状態じゃ無理よ。勝負ごと。で、そういうふうな、大真面目に取り組まなきゃならない。まあ、ちょうどさっきね、時計見たとき、今もう、遅れてるんですけども、自然と見たいですよ。11時11分、さっき11秒だったんですよ。ゾロ目、すべてが揃う。で、これは、例えば、パチンコパチスローとかで、一応、まあ、昔友達に連れて行かれたりとかしたことがあってね。まあ、もちろん、ああいう業界大嫌いなんですけども、まあ、ルーレットみたいなのがあって、7が揃ったりだとか、ああいう風な形でお金が、お金に変わるようなもの、パチンコ玉が出てきて、まあ、それを、景品に変えたりだとか、もうこれ正直な話で言いましょう。お金に換金できたりし、できるとかあるでしょ。あれアウト。本当は。捕まるから。ね、何店舗も今まで、たくさん潰れてる。今まで通算でね、パチンコ店が、閉店した数は、まあ、500は絶対超えてますね。1000あるかもしれないですね。で、でね、まあ、今日土曜日でサッカーの試合があるから、イレブンで多分自然と11時11分11秒を見たんだと思います。で、それを見たのは僕であって、僕の権利者であって、その代わり、そのパチンコ店とか行った時に、ああいう風に7が揃ったりとか、それがなくなるっていう内容のものなんですよ。まあ、僕は行ったら多分負けるから、絶対行かない。で、もともと、建築物の建物と、揃えてる機材とね、消費してる電力を考えたら、あ、それパチンコ屋とかパチスロ屋が、それ勝つわなっていうのがわかるでしょ。たくさんみんながお金を出さなかったら、商業原理的に倒産するんですから。でしょ？ちょっと見たときに、分の悪いものかどうか簡単にわかる。それだったらまだ競馬がマシっていう話になるんですよ。で、競馬がなぜ存在するかって言ったら、最終的に馬車である程度人や物を運ぶっていうような形。多分、あれはもう平地じゃないと無理ですよ。例えば冷蔵庫、大きな冷蔵庫を運んだりするの。馬車だって生き物だから生き上がりますから、途中で水だって飲ませあげなきゃならないし。じゃあ水まで積まなきゃならないでしょ？食料も。距離が長くなると。まあちょっと話がだいぶそれましたけども、まあまあ、競馬に関してはね、還元率っていうものが、全員がかけたお金に対して、そのうちの 75% ぐらいが還元率だと言われてるんですよ。どこからどこまで本当かわからないんですよ。正直なところ。だから JRA として国としてのその競馬界の存続のために使用している費用があるでしょう。そういうふうなものでこの建物どれぐらいするんだろうなとか、これは人件費どれぐらいかかってるのかなとか、そういうところを見ていったときにね、まあ、本当のところこれどうなのかなっていうところで、こういう本当の話でね、率先してこう、まあ、ギャンブルとかに手を出さないようにしておいた方がいい。で、バスケットボール界なのか何なのかよくわからないですけど、ちょっと前にネットで、日本か海外か分からないですよ。もし日本だったとしたら、これアウトです。スポーツの勝ち負けで、賭博行為。これ昔サッカー界でこれもう新聞沙汰になってますから。アウトアウト。裁判所判決。当たり前。今までの判例にそう見たら即逮捕。
国会議員が変な法律作ったら、そいつらも即逮捕。もう昔からあんまり変わらないから、その辺のところ。捕まってるのは国会議員。何もいる。なぜなら、総理が捕まってる。田中角栄。それぐらいしなかったら世の中まともにならないからですよ。まあ、住んでるところ見たら、その田中角栄という人がね、僕が生まれてくる前の総理の人だったんですけども、とんでもない豪邸、ものすごい面積、よっぽど悪いことせんかったら、人格的にもね、よっぽど悪い人間にならなかったら、あんなに広い建物、作らない、作らない。住まない、住まない。固定資産税とか、もう結構な金額、年間でもう何百万はあるんじゃないですか。それだけわかるでしょ。まあもう本当は今まで国会議員の人たちが敷いたその道路を余計な高速道路とかエネルギーの残存量問題に適してない内容で、口だけでは表立ては何とでも言えるから、三親等以内の請求でね、それに関わった人たち、反対していた人たちは自分たちは反対しましたっていうことを表明してね、その三親等以内の請求から、まあ、どれぐらいの金額か、ある程度の責任ありますよ、もう党の中の人間なんですから。じゃあ、自民党と公明党はもう完全にアウトですよねっていうことになるんですよ。で、だからもう建設業界のビルとかも同じ。それは県議会評議、あの、知事市長とかもそうだし、兵庫県議会とか市議会の人間とかもそうだから。だからもう生活保護者。三親等以内の請求で。歴代の。これで責任問題で、総理とかになってる。だから一般人の知識人がそういう者たちを監視してればいいと。こういう形が一番正しいんですよ。だから僕は国会でも、大臣と、同格者として扱われてるんです。それは総理や、他の大臣とかも認めています。で、そういうふうに、いろんな情報を仕入れて、どうすればいいのかっていうところの結論をしっかりと、自民党内でもこう言い出しにくかったりすると思うんですよ。多分ね、あれだけ人が集まって、特に相手が先輩で、社会的な地位が高い。そしたら、やっぱり言えない。こういう状況になる。で、先の先代の、先輩たちがしてきたことが、今度自分たちの責任が負わなきゃなんない。っていう、負の状況が生まれるっていう形になってますんでね。だからそれで返済させていったらいいっていう形になるんですよ。だからバスケットボール選手が自分たちから率先して、体育館なんか建てたらダメだって、そこ、神戸市はもともと体育館あると、今も健在であると。補修終わったと。綺麗な建物であると。もしかしたら、その大倉山の中央体育館って、僕の知らない間に建て替えてる可能性もあるかもしれない。こちらにずっと住んでましたから。国行政がどれほどの悪党なのかっていうことをしっかりと理解して、もしかしたら昔からそうだったかもしれないですよ。石原慎太郎さんっていう東京都知事も、普通のね、2階建ての一軒家に住んでたんですよ。で、何かね、おっしゃってたんですけども、大きな家に住んでるのがバレてっていうようなことを言っていて、で、それが、その人のことなのか、その田中角栄のことなのかわからないですよ。で、まあ、それで、生活保護の、いくら、月給があったら手元にいくら残るとか、数字を見たときに、年収がこれだけ高い人だったら手元にかなり残るじゃないかと、いうことがわかるんですね。あ、だから、その社会的地位の人たちがずっとその社会的地位の高い位置でいるんだったら、あ、これ一軒家を普通に買えるっていうことがわかるんですよ。返済できるって。まあ、これがこの世の中の実態だから、もうそれにしてしまった人たちは、差し押さえられてもらわなかったら無理なんですよ、この社会。で、さらにまだ差し押さえられてるのに、万博開いた、
で、余計なエネルギーの消費のするようなことをしている。そしたら、その手元に残るお金も差し押さえていくしかないと。でも車は差し押さえましょうと。正直、僕はね、これだけ政治経済に関わっていて、まあ、ちょっと前にね、大倉山図書館で、まあ、前輪の地図をコピーしていた時だったと思うんですけれども、後ろ振り向いた時にね、後から思い出したんですけども、公明党の山口さんらしき人物がいたと、マスクしていて、だったと思う、マスクしてなかったかもしれないですね。で、いや、こう自分がね、こう、急いで、こう、地図をコピーしてる時にね、結構な枚数がありますから、100枚、200枚、100枚以上でしたね。その時がね、ちょうど吸った枚数が1470円分だったと思うんですよ。その後、それで20歳ぐらいにも同じようなことしていて、で、大阪ヒルトンホテルで勤務していた時の時間給は1470円なんですけど、一応、フルーツアパークでは1300円だったんですけども、まあ、だんだん上がっていってね。ただ、8時間超えた後の割増賃金とか、土日祝日の割増賃金だとか、いろんなものがなかった、ボーナスとか。ないものが多すぎる、退職金だとか。まあ、時間給を上げるような形に見せかけて、結局、ひどい賃金たたきを行っていたっていうことになるんですよ。あと、有給休暇はフルーツラーパーク勤務時にはなかったですね。確かあったかな？交通事故起こした時どうだったっけ？大阪ヒルトンに移動するときやったかな？なかったかな？あれだけ何もないところだったら、その有給っていう概念自体がいつの間にかなくなってましたから、大阪ヒルトンホテルで社会保険入れてもらって、厚生年金とか、10月から、働き始めたのは6月ですよ。けど、その前から、厚生年金の話、会社には言ってるのにですよ。ファインハイゼンっていう会社にはね。だけども、加入できたのは10月1日からだったんですよ。変でしょ？もうそこもボーナスとかなかったし、しようよ。関西ナンバーワンの売り上げがあったのにですよ。で、僕関係で、まあ富裕層の人たちが、まあ、食べに来ていたっていうのは結構あるんですよ。そこも売り上げに貢献してるはずなのに、変でしょ？割増賃金も、8時間超えた後の割増賃金はついてたんですけども、土日祝日がない。有給休暇はそこは、出してくれてましたね。でも今もう人口は、僕以前4000万人って言ってましたけども、もうそれぐらいっていう。それもだいぶ怪しいですね。この間も言いましたけども、この辺だったら大阪と各近隣の都道府県を行ったり来たりしてるもの、東京も含めてそうですけども、そういったものたちがたくさん存在してるから、前輪の地図で見た時の世帯数、昔はかける2って言ってたんですよ。けど、もうかける最低でも 1.5 ぐらいで物事見なかったら、多分本当の人口にたどり着かないと思いますね。そしたらもう三田市とかは、まあ3万人はいないでしょうね。もうそれはもうまず間違いないですよ。表記してる人口は10万人超えてますけどね、行政の。地方交付税法で狂ったのかなんのか。金欲しくて。そんなことしなくても足らなかったら中央がお金出す。本当に足らない時だけですよ。精神病院とかにね、警察官と組んで、あと医療業界の人間組んでね、次々入院させて、もうそこも法外なんだ。稼いでますから。一月に一人で170万。大阪ヒルトンに1ヶ月泊まった時と同じぐらいの値段やんって。ありえるわけないでしょって。で、何してるかって言ったら、高級車乗り回してる。医者が。徹底的に取り上げた方がいい。差し押さえて。
君たちがそこで働いてるっていうことはもうすでに何かしてしまっている人たちでしょって。社会的制裁を受けなきゃならない人たちでしょって。そういう人たちなんだから、なぜそんなに高い給料をもらえるのって、なんでそんなもの乗ってるのって。で、まあそこからいろいろ理由を言ってきたときに、自動車業界との癒着云々とかいろんなことが発覚していって、まあどちらにしても自動車産業は終わります。エネルギーの残留問題で。まあ本当に必要だったかどうかなんですよ。車はその人に。ほとんどの人間は必要じゃない。歩いて、基本的に電車バス徒歩で移動できますし、スーパーマーケットはほとんどの人が歩いて買いに行けるんですよ。スーパーマーケットへの買い物。大体僕はまあ片道イオンモールまでのところで20分、他はの。もうそれぐらいみんな歩くでしょ。歩かんかったら歩かんかったで足腰弱りますからね。まあだからちょっと話だいぶそれましたけど、早急にネーションズリーグをやめさせることですね。で、あとまあ格闘技経験者がね、そのスポーツ業界に食い下がるっていうのが、もう正直に言ったらいいと思いますよ。もう世界的に本当の人口こうでしたと。で、むしろ、世界中でね、その精神病院で精神を生産されなくなる薬とか飲ませて、極端に人口を抑制していて、だから行政の発表している内容は全部嘘だったんですよ、逆。だ本当の世界人口は20億人ぐらいかもしれない。それに合わせて物事を考えなきゃならないから、そこに商業原理をしっかりとプラスしてですよ。中小企業の助成金が最大で600万円だとか、そういったものも、この間労働基準局へ行って見つけたんで、そのパンフレット、昨日動画で撮影して、公開しますけども、あれ別に雇用助成金とかもあったりします。まあ、それはしっかりと表記されているのが、最低賃金を上げるためのその助成金みたいなんですよ。っていうことは雇用助成金も別にあるっていうことでしょう。で、だからもう昔からね、その家か車かどちらかだったんですよ。もう車買ったら家のローンの返済なんかできませんよっていう世界だったんですよ。仕事なんか安定してあるものじゃないからって。で、その仕事前にずっと残っていた人が、その、良い人だったかどうかっていうのを物事を考えてみたら、結局これ悪い人が出世していくような形なんじゃないかっていうことになるんですよ。だから僕のような存在が必要になってくる。生活保護者で時間のある人間が様々なことに対応していく。それについてこうしてほしい、ああしてほしいって言われたら、法律業界はそういうふうに動く。このシステムがなかったら何のために、天皇陛下の任命で総理と最高裁判所の長を決めているのか、これが分からなくなる。だから国会議員に対抗できるところが、裁判所っていうところの形式じゃなかったら無理なんですよ。だから裁判所行っても、まあ、弁護士会館のものでしたけども、まあ、他の裁判所の勤務者もそうですけども、名前名乗らない人がたまにいるんですよ。もうその時点で働けないんですよ、そこで。本当です。今まで詐欺とか隠蔽とかしてきた連中が、それを合法化のように見せかけていただけで、名前を名乗らないような人間は働かせてダメなんですよ。絶対悪いことしてきてるから。で、そこで、そんな名前すら名乗らない人間がね、裁判所でどれだけ悪いことしてるかなんかわからないでしょ。解散とかしてたらどうします？ねえ、もう世の中これだけめちゃくちゃなんですよ。だって裁判所の勤務者が髪の毛染めてたりして、僕は注意して髪の毛染めなくなったりしてるんですから。そこの管理者一体何してるのって、所長とかって。本当に。昔は宮崎っていう人だったんですけども、で、なぜ裁判所勤務者が髪の毛染めてる人間を混ざってるのか、解
海洋基本法違反なのに。昔からですよ、僕は子供の頃から義務教育で決まってることなんですよ。多分裁判所の判例は確かあったはずなんですよ。全然管理できてないでしょ、所長が。これは世の中の実態なんでね、各自がしっかりしなかったらもう生き残れないんですよ。その電波で無理やり起こされるとかそういう話をしてるんじゃなくて、そうじゃなくて、あのエネルギーの残存量問題今話してるので、電波の世界に関してもあれもおかしい。あの無理やりあの起こされたりする状況ね、音とかね。でそれで大量の電力消費してます。世界中で同じような目に遭ってる人たちが多い。なあ、まあバレーボールで言うと、あの最終的に結論としては、あのまあ他のスポーツも同じなんですけども、開催4年に1回世界大会ね、それまでは自国で我慢、満足しておくと。で、あんまりたくさんあってもみんな全部か全部見れないから、どうせ。あともう勝負限に合わせて、もうなくなるかどうか。で、まあまあ、サッカー選手の、例えば中山ゴンさんとかもそうだったんですけども、まあ、J リーグで活躍した活躍したで、アジアカップクラブチームの試合とかあるでしょ、日本代表戦とかあって、世界中ずっと飛び回るでしょ、それはそれで結婚できなくなるんですよ。それは女性も同じだから、世界戦増えちゃダメなんですよ。日本国内でもたくさん、あっちにもこっちにもずっと移動してる状態って、結婚しにくいでしょ、そもそもで言うと。ギャフの生き方をしすぎてるんですよ。所得税の控除で家のローンを返済していくものだから。だから、これ昔も言ったんですけども、なぜかお金が絡むとみんな人格が変になる。で、現実が見えていない。極端な少子化。で、警察官は、昔いた警察官とかはね、めんどくさくなったらすぐに精神病院。だから癒着じゃないっていうことになるんですよ。税金の使い込み。で、他にも入院させられてる、その、もう二十歳前後のものとかにね、なぜそうなったのかとかも聞いてみましたけども、もう全然大した理由じゃない。で、むしろその人間の方が被害者だったりする。その精神病院が受け入れてるのは、我がの金稼ぎのため。だから、助成金も出てるはずだから、じゃあ大企業の助成金は最大でいくらなんですかっていうことになるんですよ。中小企業で600万円でしょ。どこからが大企業だったのかの線引き、はっきりとは思い出せないんですけども、一説によると500人以上のところが、大企業だったと思うんですけども、もうそれもね、僕もよくわからないんですよ。その一つの店舗として見るのか、その会社全体で見るのか、会社に所属してる人間ね、結局は全員で激しい税金への食らいつきっていうのを行っていて、まあ NISA っていうあのとんでもない内容が少し前に運用されましたけども、あの永久に株を買っても非課税270万円まで。昔は百数十万円で5年経過したらそこから配当金が入ってきたら、課税されますようだったんですよ。だからお金が回らなくなって、無理な、金集めを国が行い始めたのか、あれ本当は違法行為ですよ。バブル崩壊の時に判明しますから。そんなの1990年、もっと前はアメリカの議会で、1920年に銀行と証券会社に嘘があるっていうことで、偽証罪っていうことになってます。ね、結局同じようなことをずっとしてるんですよ。で、エネルギーの消費、せっせせっせとガソリン消費してる。頭のいい人間なかなかいない。大学行った人間ほど頭悪くなる。激しい税金の使い方を、それが普通だって思ってしまう。だから、
大卒者が、特に留学生ね。だから NISA は本当は ISA って書いて ISA なんですよ。ISA、ISA。何しても ISA みたいなもの。留学生。留学生のことです。自分の国ですらしっかりできてないのに、なぜ他国へ行く余裕があるんですっていう話になるんですよ。もうみんな適当に動いてる。惰性。で、そのお金の出元は国からの税金。だからエネルギーの残存量問題とかを胃の一番に早く解決しなければならないのに、放置していた。自動車産業なんか生産停止。重機作ってるところも、重機あるから余計な建物を作ってしまうのであって、クレーン作ってるところも同じ。だからそういうことをね、しっかりとしなきゃならないっていうことになります。もうこれで、ネーションズリーグに関してはもう解体ということで、決定で、対応してください。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。いちいち頭下げて言わなきゃならないようなことじゃないんですけどね。なぜいちいち頭下げなきゃならないのか。もう、こんなことをしてたらね、どうなるかって言ったら、せっかく今日、そこそこ、曇りで、まだある程度、雲残ってますね。気温が上がりすぎたエアコン使用されるでしょ。そうしたら、エネルギーの消費が早くなるでしょ。だからガス火力発電所も石炭も同じですけども、大してガソリン使用してるのと変わらないんですよ。だから、その辺のところ込みで、今日はそこそこ寝れましたから、そこそこ雲が出てる状態作れてますけども、あと梅雨前線ももうこんなに気温上がってきてるんだったら、もう北上させた方がいい。だから南からの風。で、沖縄の方がね、インターネット記事だから、どこからどこまで本当なのかどうかわからないですけども、テレビのニュースもそうなんですけども、テレビのニュースでもその辺のところ嘘を言ったりするときあるから、ちょっと判断難しいんですけども、オーバーフロー、ダムが溢れかえって、水が流れ出している。まあ、それは安全性を考慮して、まあ、ある程度の水位が来たら、もう自然と水が川に流れ込んでいくような形で作られてるんですけども、ある一定の量でね、急にダムをこう開門して大量の水を放出するっていうのは一番危ないことであって、それがまあ昔の河川の氾濫とかであって、まあ最悪はダムの決壊なんですけども、まあ、あらもうダムの決壊が起きればもう最悪なことになります。とんでもない量貯水してますから、下流の町が広範囲で、ね、もう水浸しになって、だから津波が来てるのと大して変わらないんですよ、東日本大震災の。それぐらいの威力はあるんですよ、ダムの決壊って。まあ、場所とその貯水量によるんですけども、大きなダムが決壊すると、東日本大震災の津波と、同じような状況。他国では昔、もしかしたらもう日本もあった方かもしれませんけども、何回もそれあるんですよ。で、今は頑丈なダムがある程度作られていると。だけども、私が撮影しに行ったダムで、もうここは結構老朽化してるなっていうのは見受けられましたね。ただ、まあ水深がね、まあ2メートルとかそれぐらいしかないところのダムでしたから、まあまだ大丈夫かなというところですね。烏川の水源地なんですけども。ダムというよりもまあ水源地、池ですね。以上です。ネーションズリーグを早急に解体して、4年に1回の世界選手権1本に絞ってください。オリンピックは必要ありませんので、もうその方向で僕は進めていきます。それできなかったら、それはそれで無理です。で、自動車産業も終わり、万博も終わり、国際条約はいろんな法律を消していく。で、だから六法全書の内容もすっきりしてくる。だからいろんな法律を削除していって、現行法規、現代日本法規の内容が1、2の中に、全て、六法全書の中に収まるような形だ。例えば、歩合とか出来高とかもいらないし、余計な法律がたくさんあるからいっぱい消していく。で、六法全書3で法律削除本っていうのを作って、理由を書いておく。こういうふうなことをしていたらこうなりましたから、こういうふうに削除されましたっていう内容を記載しておく。そうすれば、後の世代の人たちも間違いない。それをしなかったら永久に物事がそうなってしまうから、その削除したものはもう確定事項ということでね、しっかりと対応していただけたらなと思います。
というわけで、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、まあ、今一時停止をしたり巻き戻ししてメモして、メモしなかったら忘れますから、で、販売店の方に聞いてもらったり、もうあとは、僕の動画見た方がいいよと、まあ、身の回りの方に、進めていただいて、対応していただけたらなと思います。一応まあ、ライブでね、動画の配信ができるようになったら、テレビのニュースとかで思い当たることとかいろいろ出てきたらそれは言いますんで、例えばスポーツの試合、この間のネーションズリーグの試合、女子のあれ以前の放送、以前行った試合をまるまる放送していたのかどうか、それね、誰かもし試合見に行った人がいて、いやそれいついつで、試合本当にありましたよとか、それ教えてくれる人も中にはいるかもしれない。で、ただそれには商工会自称し、僕みたいに、例えば僕の場合だったら政府の書類とかこう開示してるじゃないですか、総理とか大臣が年収どれぐらいだとか、まあ、本当にしなきゃならないことはたくさんあって、本当はその三振党以内の請求でほとんどの議員が本当は差し押さえられているのかもしれないですね。しかしそれに、その割には大きなビルとかずっと建てっぱなしでしょ。人がいないのに、あんまり買い手がいないのに、永久に売れない、全部が全部はね。しなきゃならないのはメタンガスの抽出と、生ゴミを貯蔵しておいてそこからメタンガスを抽出すると、それで最終的にそのメタンガスで多分重機を動かしたりだとかトラックを動かす、まあ、水素の方を一応行ってるのは地面の中でその石油が気化するからなんですよ。それでカーレースされたらね、もうたまたまじゃないっていうことでね、以前から言ってるんですけども、まあけどそれももうやめてるのかもしれませんけどね、そのカーレース。以前の内容をテレビのニュースで CM で放送してる可能性もある。もうこれは分からないよ、本当に。本当のことをテレビが放送してくれなかったら。ということです。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。